あら。
じゃなかったな。よし、そうだ。お願い切って。助けてくれてありがとう。バシナグの魔術結社の連中に追い込まれて、もう死んだも同然だと見捨てられたの。蜘蛛の群れの中では誰も長くは持たないわ。お願い、ここから出る手助けをしてくれない？危険が去ったようなら急いでここから逃げ出すから。バシナグの魔術集団、私たち、いや、彼らはここに住んでるの。私はもう仲間じゃないと宣言されてしまったけど、リフテンに行くために抜け出したの。戻ってきたらバシュナグをサルモールに売ろうとしただろうと疑われて、呪いをかけられて追放されたの。娘はあそこの孤児院に送られてしまったの。私は違法な死霊術をした罪に問われて、逃げるか死ぬかしかなくなってしまった。それでバシュナグの仲間になったんだけど、サベラのことを忘れたことはなかった。
だから娘を連れ出して逃げようとこっそり抜け出したの。それなのに娘はいなかった。他の孤児院に送られたか養子になったか、それとも途方に暮れて戻ってくるしかなかったわ。抜け出したことを気づかれてなければよいと願って。だいぶ楽になったけど、バシナグの呪いはまだしばらくは解けない。お堅い大学の魔術師とは全く違うわ。バシナグは魔法修士に並ぶスキルを持った軍閥の長よ。とても危険な連中。とはいえ、平和に資料術を学びたいのであればなかなか面白い人たちよ。そうよ、道徳的な見解とやらを聞くつもりはないわ。昔なら人目を忍んで学ばなくてもよかったはずのことよ。体がひどく弱っているの。あちらには雲、こちらには魔術結社。洞窟から逃げる前に死んじゃうわ。バシュナグに呪いをかけられたの。今は自分を守る呪文も使えない。逃げ道が安全になるまで動けないわ。ありがとう。娘を見つけることができたらあなたのおかげだわ。
鉱山労働はきついが、掘り出した鉱石には正当な額を払う。鉱山労働者なら足りてるわ。仕事探しに来たんじゃないといいけど。帝国は戦争するのにたくさんの鉄が必要だと思うんだ。それって願ってもないことじゃないかな、多分。ソルリと一緒に鉱山をきちんと管理するのが仕事だ。いや、それに聞かれる前に言っておくが、売り物ではないぞ。いや、そういう問題じゃない。この鉱山を所有しているのはブライリングであって、彼女は売る気がない。この場所をやっていくのにそれなりのお金を稼ぎ出してやっているからな。ソリチュードではいい生活をしてるよ。少なくとも俺たちが出荷をちゃんと出している間はな。さっきの分は遅れてしまったし、またそろそろ劣化のごとく起こり出すと思うよ。もうすぐ出荷の準備ができるとかなんとか言っておいてくれないか。時間を稼いでくれ。俺たちの邪魔をしないようにしておいてほしい。その代わりインゴットを 2,3 個行方不明にしてやってもいい。ひょっとしたらそれ以上だ。そうしてくれると助かるよ。この恩は絶対に忘れない。あの女きっとカンカンだぜ。覚悟しておいた方がいい。2回も言わなくていいよ。でもこの山々の下に鉄を埋めたのは俺じゃない。じゃあな。鉱山労働者なら足りてるわ。仕事探しに来たんじゃないといいけど。あんたにしく、おお、ありがとう。心優しいお前に神々の恵みがありますように。銀貨を1枚か2枚でいい。あら、お会いできて嬉しいです。ここに出ている分だけです。お気をつけて。スカイリームを旅するには大変な時期のようですから。新鮮な魚だよ。産地直送だ。失政さん、研究のためにこれだけの試薬が必要です。連中に頼んでちょうだい。ステントールさん、これは非常に高価なものです。現在この要塞の資金がどれだけ限られているかはご存知ですね。ええ、そして町を守るためにどれだけ先見性や防備が重要かということも分かっています。報酬は実験だけで結構です。よろしい。だが閣下はお喜びにならないと思います。それで市長なら何人も見てきたわ。今の人は夫が死んだから市長になっただけ。どうせ数ヶ月と持たずに首を。ステントールさん、市長の宮廷では言葉に気をつけて。実際に何の脅威があるというのですか。この町は私がいないと回らないのです。では失礼しますよ。仕事が待っていますから。従氏ブライリングです。どうぞ何なりと。大丈夫なの。ソルリからもパクトゥールからもしばらく連絡がないのよ。それは朗報だわ。
何かあったんじゃないかと心配していたのよ。感謝するわ。光栄だったわ。